Hello, and welcome back to Magicka Records. We are on episode 5, chapter 2. Chapter 5, episode 2. Also, on my free time, I got Yachio's double. Nice. Nice. Thanks.
かわかりましたか？もちろん。待たせた分の収穫はバッチリさ。あの後さ、電波少女を知ってる人に話を聞きながら、この噂の発信源にたどり着けないか調べてみたの。それで、その発信源は？わかりましたとも。この噂の発信源はね、あるホームページみたいなんだ。ホームページ？そう。私とレナが言ってたアイドルの子ってさ、心霊現象とか都市伝説が好きで、それが売りになってるんだけど、その子もホームページを見てから電波塔に行ったみたいなんだよ。じゃあそこを見れば電波少女のことが。あの、そのホームページってわかりますか？それが私も聞いたんだけど、やたらと口が固くってさ、自分で見つけなきゃ意味がないって言われちゃったよ。しかも中に入るには資格を得ないとダメみたいだし、うん、なんか都市伝説好きの間では不思議な美学があるみたいだね。それじゃあ簡単には教えてくれなさそうですね。だけど調べる上での注意点は教えてくれたよ。注意点ですか？ああ、一人ぼっちの最果てには近づかない方がいい。一人ぼっちの最果て？何のことやら、お姉さんにもさっぱりだよ。悪いね、あんまり力になれなくて。そんな、力になれてないなんて。あ、そうだ。え？よければ、これから一緒に噂を調べませんか？一緒にね。いや、やめとくよ。手伝いたいのは山々だけど、八千代さんがいるだろ。まだ仲が悪いんですか？うん、私の気持ちがね、まだ整理しきれてないんだ。そうですか。悪いね。There we go. Yeah.
There we go. してたら平気だから電源は入れておいてよ。心配するじゃない。はい、入れておきます。あ、また来てる。どうしよう。まっきゅん、やっぱり怖いし無視した方がいいよね。その方が賢明よ。返さなきゃ大丈夫なんだから。はい。それでどうして遅れたの？実は電波症状を調べるのを桃子さんが手伝ってくれて。桃子が？はい、それで遅れたんです。じゃあ今日はあの子も一緒に調べるの？いえ、それは私も聞いてみたんですけど。そう。それで何か分かった？はい、いろいろと調べてくれたんですけど、電波少女を知ってる人ってホームページを見てるみたいです。ホームページ？はい。だけど中に入るには資格が必要だとか言ってました。あと一人ぼっちの最果てに近づかない方がいいって。一人ぼっちの最果て、何のことかしら？それは桃子さんもわからないって。電波少女と一人ぼっちの最果て、余計に混乱しそうだわ。あんまり考えすぎない方がいいかもしれませんね。あれ、あの子。ねえ、この声って本当にうちの学校の子？八千代さん、あの子、昨日うちの学校の子って言ってた子です。本当？昨日の。追いかけましょう。何か知ってるかもしれません。待って、様子がおかしいわ。え？いけない、魔女の口づけ。首元に。電波塔の方に向かったわ。早く助けないと。ええ、話はその後にしましょう。Oh. 戦いは魔法少女の宿命。Yeah.
気の子はエレベーターに乗り遅れたのが痛かったわ。八千代さん、いましたよ。ゆっくり移動してます。他の人に怪しまれないように近づきましょう。はい。こんなところに連れてきてどうするつもりかしら。いけない、玉木さん急いで。どうしたんですか。扉ってまさか。そのまさかかもしれないわ。やっぱり外に出る気よ。どうしてみんな止めないの。みんな魔女の口づけが。冗談じゃないわ。こんなところで集団で飛び降りなんて悪夢よ。Madoka! Oh my god! Oh my god. Oh my god, this is weird. したいところだけど、幸いここは広いし今は風もないわ。他の人も飛び降りる可能性を考えるとリスクは覚悟の上で急いだ方がいいわ。あなたの魔女退治、私たちも協力させてもらうわ。ありがとうございます。あ、私カナメマって言います。私はナナミヤチオよ。私はタマキイロハです。So who's the main character in this? Madoka or Aro? Oh my god. I'm with Madoka. I'm glad. Thank you.
all the charge. Praise Madoka. My senpai. AKA mommy. Funny. It's funny seeing Madoka getting praised and Aurora just getting made fun of. It's pretty funny, honestly. I appreciate this game. Hey, the Yachiya's thing, whatever it is. Doppel. There you go. I don't have my free time in between videos because I felt like it was. About to at least have gotten one finished. Okay.
Oh. Madoka and Raha. I just realized that its legs are a fork. Hamara! Yeah!
は一人だとちょっと不安だったから。もしかしたら仲間とも鉢合わせるかもしれないしね。はい。あ、大丈夫ですか？私どうしてこんなところに。電波少女の声ですか？ええ、誰か心当たりはある？はい、実は最近うちの生徒じゃないかって噂が。行方不明になってる。行方不明の生徒？そう、私は知らない人だと思います。だけどその子ってなんだかクラスで浮いていて、周りとも馴染めなくて存在感のない子だって聞いたから、もしかしたら私が知らないうちに無視したりして、そういうので心を痛めて何かあったんじゃないかって。それで昨日不安になってここに聞きに来たんです。クラスで浮いてる、馴染めない子。文化祭の優秀賞記念、みんなで写真撮ろうぜ。私どこに？遠足の半分けどうしよっか。もうみんな決まってる？じゃあ委員長は玉木さんでいいんじゃない？私？いいけど、いいの？なんで私こんなにクラスの中でふわふわしてるんだろう。みんなと趣味が合わないから？性格のせい？どうしていつも残された感じがするのかな。いろはちゃん大丈夫？え、急に顔色悪くなったから。なんでもないの、平気だから気にしないで。あの、はい。その制服って水菜女学園のですよね？その浮いてるっていう生徒も水菜女学園の人ですか？そう聞きました。おう、Hope you enjoyed. See you on the next one.